こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンのハムちゃんです。イヤホン無駄人店ワイヤレス担当のベルです。あれ、そういえば近いなカメラこれな。ですよね。あえと本日は、梅田エスト店イヤホン梅田エスト店にお邪魔しておりますと、私気になるヘッドホンがありまして、弊社で扱ってるあの子供向けのキッズヘッドホン、はい、あの音量が、出力が制限されてる分ですね、あれにワイヤレスがあるというふうに伺いましたので、それはもう私案件ですね。そういうことなんですね。ワイヤレスの担当なのでもう聞いちゃえば早いかなと思いましてお伺いします。本日ご紹介していただきますヘッドホンはこちら、オラノフバディフォーウェーブ、イエーイ。はい、まあ、こういうもんなんですけども、これキッズヘッドホンですね。まあまあちょっと前までは結構プラスチッキーなあのデザインというかルックスのものが多かったんですけど、今回というかここ最近のものってもう結構高級感まで出てきましてですね、ちょっとメタリックですもんね。そう、なんかつるっとしての仕上げがつるっとしててちょっとね、あのドレッシーな感じになってるんです。でここでちょっと値段を先にちょっと宣言したろうかなと思いまして、はい、お父様お母様方、お子様にですねこのような可愛らしいキッズヘッドホンを買ってみようっていうふうに思いましたね。はい、思いましたね。もう思いました、ね、可愛いですね。はい、お値段がイヤホンの価格で8910円、安い、1万円切ってますよ。1万円切ってます、うん、この8910円のキッズ用のヘッドホン、どのようなスペックなのかというのを語っていこうかなと思います、うん、パッケージこちら、これロボットですね。でこれカラーバリエーションが全部で4色ありまして、私の一番おすすめはこの子ですね。8ですね。 8よ。じゃじゃん。かわいい。かわいい。どう映っとる？映ってます。はい。あ。ハチさんですね。はい、でこのハチのなんていうのこのハニー柄というか。そうですね。ハニー柄の製品。ハチの巣柄？うん。とちょっとカモフラージュっぽいですね。お猿さんの柄がありまして。モンキッキーですね。モンキッキーですね。逆にこれ大人も欲しくなるような。うん、このファンシーなユニコーン柄、ユニコーン柄って初めて言ったけどね。ユニコーン。ちょっとはなんかあのキャリーパミュパミュさんみたいな配色っちゃ配色なんで。夢かわですね。そう、あ、夢、あ、そうそう、夢かわいいやつ。夢かわですね。はい、そういうわけでこういう感じの可愛らしいカラーバリエーションがございます。ベルちゃん、まずは。はい、バッテリー駆動時間。駆動時間、はい。バッテリー駆動時間はこちらなんと1回で24時間。できますね、やりすぎですね。1日ですね。1日24時間駆動すると。そうです。子供向けのスペックも上がってきましたね。上がってきました。今ここに書いているスペックによると、うん、10メートルは届きます、うん、ということはおそらくクラス2であるんじゃないかというふうな予想ですね。で僕ねこれもちょっと気になってるところがあるんですよ。ウォータープルーフ。はあ、はい、そう、私もそれ。そう、ウォータープルーフついてるんですよ。はい、防水がね。防水が。これが IP67 相当、うん、まあ防塵6、防水が7。7ですよ、7。これあれですよ、あの僕が水バーンって被るタイプのやつです。そうです、そう。7までいったら水かぶれるんですよ。ごめんなさい、バケツがない。いいんです、いいんです、いいんです。今日は遠慮しておきます。なのであのお子様が例えばそうですね、ミートスパゲッティのところにバーンって置いちゃったとかってやっても、まあ、多少なりと綺麗にできるというか、うん、と耐水性というかがあるんで綺麗にはできると、はい、口に入れちゃうかもしれないですからね、うん、常に綺麗にしておきたいですもんね、はい、それで、従来バディホンというあの有線 の, あのヘッドホンが存在するんですけども、このワイヤレスになってから、うん、驚愕のですね機能が追加されました。それはというと、はい、これですよ。あ、従来は例えば何デシベルの音をまでにするっていう風な制限リミッターがついてたんですけど、今回このバディホンウェーブになってからその制限のレベルが4段階で選べると。すごいぞこれはと。賢すぎやろ。まず一番その、きつい規制のレベル、まあ、一番小さい雇用ですねが 75dB までの制限がかけれると、はい、でもうちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんになったら 85dB まで抑える。で最終的に 94dB のモードが2つついてるんですね。ほうほう。でこれが、まあ、言うても 94dB って言っても結構音抑えられてる状態なんですけど、うん、
これがトラベルモードとスタディモード、はい、ミッドを強調したモードっていうのと、まあ、通常の制限モードみたいなものが選べるっていうふうなことなんですね。これがなかなかに考えられている。そうですね。ちなみにその切り替え、ここのボタンですね。そうなんですよ。音量の、プラスマイナスのボタンを同時押しすることによってモードが切り替えることができると、うん、でこのヘッドホンなんですけど、あの、まあ、自然にサイズがですね、まあ、あの伸ばして、なんていうの、このバンドのサイズは伸び縮みすることができるんで、うん、ある程度のサイズ調整はできます。できます。一応大人の浜田も、装着することができました。私も大人です。いや、もう30歳からが大人ですから。はい、それでキャリングポーチが付属するんですけど、ちょっと今ですね、手元にロボットカラーバリエーション、ロボットのものがありまして、うん、こんな可愛い状況なんですね。ちっちゃいですね。ちっちゃい。で、これこんなちっちゃかったらヘッドホン入らへんやんって思うやん。やん。折りたためるんですよ。ですよ。折りたたんでください。はい。カシャン。カシャン。どっちだろう。すごないっすか、これ。いいんしましょう。超考えられてるんですけど。めっちゃコンパクトですね。はい、かわいい。なにこれ。はい、かわいい。めちゃくちゃかわいいやないか。どうしてくれよぞ。デザインとかも、その、なんていうんですかね、まあ、ここもしっかりね、うん、カラーリングされてるんですけど、はい、映像ではこう伝わりきらない、この、なんていうの、そうですね、内側ですよね。そう、ヘッドバンドの内側っていうのも、うん、ちゃんと可愛くされてるんですよ。かわいい。そして、付属品に、まあ、別にこれはなんて言うんですかね、これはあの多分お子様本人が喜ぶというよりかは勝手にこっちが喜んでるだけなんですけど、お名前シールがついてるんですね。かわいい。お名前シールついてるやん、これ。これまた、他の子も同じの持ってるのみたいな感じに、ね、なるからいいかなと思いました。兄弟でもね、ちゃんと分けれますね。いいよね、なんかそういうの、うわ、いいな、そういうのいいな。いいと思う、いいと思う。ではですね、このバディホンウェイブの、はい、ですね、音質的なところ、はいはいはい、どうなのよっていうお話なんですけども、うん、はい、どうでした、まあ、聞いてみて。そうですね、うん、すごく守られてるなっていう。なんかもう全体的にずっと包み込んでくれるような、結構耳の近くで鳴っちゃうと耳痛めやすいと思うんで、うん、ちょっと遠めにふんわり鳴らしてくれてる感じですね。そうよね、うん、なんかそのガツンっていうクロットとかはなくて、うん、もうワンっていうの感じが、そうですね、ふわーっと、そうそう、強い感じですよね。ふわーっときます。でも意外とキッズヘッドホンが出始めた最初の頃よりかはなんか音ちょっと良くなってる感じがするんですよね、うん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 、で、このキッズヘッドホンの中では結構上位機種の方なんじゃないのって思ってて、確かになんかプラスチックみたいな音はしないですよね。そうよね、なんか知らんけどこのなんていう、全体的にここもここもようできてるなっていうのがもう見えるんで非常によろしいかと思います。あと個人的にここがいいなと思ったのが、ボリューム調整とか電源オンオフのボタンっていうのがここら辺に集約されてるんですけど、これがちょっと固めなんですよ。そうなんです。おそらくあのお子様が誤って操作をしてしまわないようにとか、そういったことなのかなって思うんで、まあ、いろいろとこうあらゆる角度からよくよく観察して、うん、考えられて作られているっていう風な印象を持ちました。今はですね、キッズヘッドホンもワイヤレスの時代でございます、はい、あのプレゼントにこちらのバディホンウェーブおすすめでございますので、ご検討くださいませ。はい、本日ご紹介させていただきましたのは、イヤホンのハムちゃんとイヤホン梅田エストテンワイヤレス担当のベルでした。ごきげんよう。